卵豆腐、卵豆腐は、だし汁と鶏卵を混ぜ合わせた液体を四角い容器に入れて蒸し固めた日本料理である。豆腐と呼ばれてはいるが、大豆やにがりは使用していない。柔らかく豆腐状に固められた食品を豆腐に例えて、このように呼ぶ。ごま豆腐、杏仁豆腐などと同じ理由による命名である。日本においては、平安時代までにある程度の規模の養鶏が行われて、 いたが、仏教の殺生を禁じる思想もあって、日常的に鳥獣や長卵を食べる習慣はなく、鶏肉や卵料理が徐々に武家の料理に取り入れられたのは室町時代以降である。卵豆腐が作られるようになったのは江戸時代になってからと考えられ、1785年に出版された一万宝料理秘密箱の卵百珍には卵豆腐の仕方の記載がある。 古くは、まだ固まっていない豆腐に卵を入れて蒸したものを刺した。だし汁の量を、溶き卵の量の2倍にするのが適当な、硬さに仕上げるコツである。耐熱容器に、だし汁と鶏卵を混ぜたものを注ぎ入れ、蒸し器でふかす。蒸しすぎるとタンパク質が凝固しすぎてしまい、分離して隙間ができるため、蒸し器の蓋をずらして布巾を挟むと良い。蒸し上がったら、粗熱を取ってから、 冷蔵庫などで冷やす。主材料と製法が茶碗蒸しとほぼ同じため、同時に作ることも可能で、だし汁の量を調節して2種の料理を作ることができる。ポリエチレンなどで作られた四角、または丸いチューブに充填してから加熱、凝固させた食品も販売されている。タレがベッドつく場合もある。日本だけでなく、中国にもメーカーがあり、中国語では直訳の チータン豆腐という名のほか日本豆腐と称されることも多い。中国では、そのまま冷やして食べる習慣は、一般的になく、鍋料理に入れたり、煮物にしたり、野菜あんかけの料理にしたりするための食材と捉えられている場合が多く、このため、日本のものよりも若干固めに作られている。タイでも卵豆腐はポピュラーで、スープに入れられることが多い。形は四角でなく、 中部に入って売られている。大一林、三成堂、ありがとうございます。